くんですか？大丈夫だ。では。こんな場所、よく見つけたな。ゾラ・マグダロースが地形を変えたおかげだ。死したコリは正気の谷で分解され、地脈を通って蓄積し結晶化する。竜結晶の地はその集大成だと。だがここ数年でエネルギーの流れが強くなるのを感じていた。なるほどね。何か異常なことが起こっているに違いない。この奥だ。おお、こいつは驚いた。これこそが長年かけて結晶化した古竜の生体エネルギーだ。しかしまさかこれほどまでに巨大だとは。ん？これはこの純度、まさかこいつが。また落ちたんだって。あんたってほんとよく落ちるし、よく寝るよな。気がついたか。君たちのおかげで我々の任務は達成された。ギルドにはすでに報告の船を出している。じきに古流調査の任務を解かれるだろう。皆長きにわたりご苦労だっ今宵は存分に疲れを癒そう。祝宴だ。乾杯。やり遂げましたね、私たち。ゾラマグダラオスから飛び降りた時はどうなることかと思ったけど、私新大陸に来てよかったです。おばさま、ちょっと挨拶においで。いいかな。君のおかげで助かった。ありがとう。ここにいるのは面白いやつばかりだな。優秀で個性的で信念があって。皆が好き勝手やっているようだが、いざという時の結束力は固い。彼らとならどんな苦境も越えられる気がするんだ。他者の生体エネルギーを集めて孵化する。そんな存在が新大陸にいたとはな。奴はより大きなエネルギーを得るために老齢の古竜を呼び寄せていたのかもしれない。もしかすると一種のフェロモンのようなものかもな。こうして大きな養分が苗床となり、長年かけて強靭なモンスターが育っていった。竜結晶の地に古竜が現れたのも同じ理由だろう。何にせよあんなモンスターが外へ出たら何もかもが危ういところだった。本当にご苦労さんだったな。いいんだ、君が持っていてくれ。みんな集まってくれ。ギルドより返書が届いた。古竜渡りの解明、実に見事。貴殿らの報告を受け、ギルドはかの古竜を完全新種と認定し、ゼノジーバと名付けることを正式に決定した。これにて古竜調査の任務を完了とし、貴殿らの帰還を要請する。長きにわたる調査、ご苦労であった。しかし、新大陸での調査は非常に有意義なものである。もし調査続行の意思があらば、その旨検討してほしいとのことだ。この地に残り、新たな調査を行うことはさらなる苦難の始まりでもある。さて、希望者はいるかな。よし、これより新たな任務を遂行する。そうと決まれば英気を養わないと。来ましたね。待っていましたよ。これからもよろしくお願いします。さあ行きましょう、新大陸へ。